そう、なんか緊張してるんだって。そうです。普通に喋る分にいいんですけど、はい、カメラが回ると、なるほど、あるらしいです。ないと思って。そうです。ないと思って。逆にね、危ないよ、ないと思って喋ったら。絡み、でも年だってもう何個違う、10、15ぐらいですか、24、15です、39ですから今月、はい、15個したですからね、確かになかなか結構中3の時に生まれたんですよね。そうですよ、ヤスが俺に合わせるってことは多分ないと思うんで、俺が多分、はい、だからね、若く入れるんですよ、俺は。一緒にテラスハウスとか見てますもんね。そうそうそう。寮で。そう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 、なんか。先輩っていう感じしなくて、もう、なんだろうね、もう。じゃあなんだよ。いや、もうヒーローって感じです。なんかもう僕、なんだろうな、フロンターレの初めて見に行ったのは小学校なんですけど、その時に健吾さん出てたので、しかもその時のストラップ、この前サインもら去年もらったんですけど、そうだ、はい、だよ、これ言ったんだよ、そういう感じの存在ですね。だからまあ最近はやっと、なんだろうな、一緒にプレーできる機会が増えて、こう実感というかそういったものは湧いてきてるんですけど、まだでもやっぱりなんだろう、ヒーローって感じはしますね。中野さん、どういう思いますか。まあ、僕自身がもう4回目の挑戦になりますし、まあ、過去3回負けているのは皆さんご承知の通りだと思うんですけど、リーグ優勝したことでチームとしてやっぱりすごく雰囲気も変わってきましたし、一回こうタイトル取ってから臨むカップ戦というのは僕個人的には初めてなので、まあどういう雰囲気になるか自分もすごく楽しみですし、まあただチームメートもマヤスも含めて本当に力のある選手もかなりいるので、もう本当にやるだけだなっていう。2年前は僕こうテレビで拝見してて、僕その時内定はしてたんですけど、こうチームに関わってなかったので、でもやっぱり悔しくて、その後 J リーグ初制覇して喜びを見てて本当に羨ましいなと思いましたし、昨年はまた2連覇しましたけど、その力になれたっていう実感はないので、今年はこうやって試合にも出れて、こうちょくちょく結果を残せてるので、その貢献度また違うのかなと思って、こう昨年とは違った喜びを分かち合いたいなと思います。いや、もう十分ですけどね、今シーズンに関しては。いや、もう出た試合、結果残しますし、まあ、本当に、まあ、去年ね、1年目ですごく悔しい気持ちはあったとは思うんですけど、まあ、そこでも、まあ、腐らずに、その悔しさをやっぱり今シーズン、まあ、ぶつけてって言い方はおかしいですけど、まあ、チームにも慣れて、まあ、みんなも安の特徴っていうのは理解して、まあ、彼が周りにも声をかけながら自分がやりやすいようにプレーをしてて、まあ、トップ下でね、ポジションほとんどもう一緒なんですけど、まあ、僕にないものをいっぱい持ってますし、まあ、すごくこのルヴァンに関してもそうだし、リーグ戦でも、まあ、点を取ってここまで連れてきているのは彼だと思って、あとは経験だけだと思ってます、だからそういう、なんだろう、まあ、去年からもそうですけど、まあ、ヤスにはちょくちょく話をしながら、まあ、自分がトップ下でやってきたことでヤスに使えそうな話は、まあ、ちょいちょいしてますし、でこれからフロンターレをね、しょって立つ選手だと思ってるんで、バッとしますよね。ボール回し一つにとっても、こうずっと健吾さんのグループに行く、極端に言ったらそんな感じの感じ、ついて回るぐらいの感じのだったので、一緒にこう出た時、本当に感覚が、なんだろう、似てるというか、その共有ができてるなっていうか、自分も思いますし、こうもっともっとやらなきゃいけないなっていうところも明確に試合に出てますけど、そういったところは今年は感じてますね。僕自身がこう金子さんにちょっとずつ慣れてきたからそれは感じる。去年はね、やっぱちょっとね、なんか変なちょっと壁を感じてたところは、なんかもうやっぱり金子さんって感じだったんですけど、こうなんか普段はそう感じなくなってきたというか、得点のところはもうやっぱちょっと俺にないものをかなり持ってるという、俺はやっぱ人に取らせるやっぱり好きなところはありますし、まず自分がっていうところで言うと、ヤスはやっぱりそこの感覚がちょっとずつ抜けてるなっていうのは、はい、感じます。でそれをやっぱり決め切る決定力っていうのは、まあ、ルヴァンでもリーグでも証明してますし、前はねちょっとなんか中村2世みたいな感じで言われてて、ちょっと俺は違うんじゃないかなっていうのは本人も多分思ってたと思うし、結構プレッサー自体は違うんで、なんかそこは改めて言っときたいなっていうところは、あんまこういう機会なかったんで、脇坂は脇坂だから代表ウィークですよ。だからリーグ戦終わってすぐ中2日とかだってメンバーをこう
どうしても、うん、リーグ戦からちょっと何人か変えないと日程的にタフだと時もありましたし、うん、まあ名古屋の時にでいうと名古屋は中4日でうちら中2日だったりしてたんで、うん、結構メンバーを変えたところ で、うん、でそこで安田点取って、うん、やっぱそこはすごくチームの総力っていう意味ではやっぱ自信をみんなつけたと思いますし、ホームアンダーウェイっていう形なんでまた違った難しさあると思うんですけど、そこでこう本当に総力戦で、まあ、鹿島にもこう名古屋にも2戦でこう上回れたっていうのは本当に大きいかなと思います。上がってきて残留してで三谷監督が変わって、まあ、すごく色は出てる、彼の色はすごく出てると思います。でそこに見合うタレントもクラブとして取ってこれて、まあ、すごくらしさっていうところは、まあ、リーグ戦もそうですしルヴァンの勝ち抜けもそうですし出てきてると思うんで、相手にとって不足はないと思います。鈴木武蔵選手がでもやっぱり得点も取れますし、こうなんだろう、早いですけどこう収まりますし、こうそこで起点作られるっていうのは本当に怖いと思いますね。一発ある選手多いんで、うん、まあ、それは前の選手もそうですし、まあ、サイドの選手も後ろの選手も高い選手もいますし、本当に精度の高いキッカーもいますし、そういったところでこうトーナメントっていうのは失点してしまうとこう厳しい状況になってしまうと思う、そういったところもセットプレー与えないっていうのも大事かなと思います。そうですね、フロンターレとしてはカップ戦のタイトルは取れていないので、ここで絶対取るんだっていう強い気持ちをみんなで持って、こうサポーターの皆さんと一緒にこうみんなで喜べるように選手は全力で戦いたいなと思います。ずっとタイトルが取れずに、まあ、十何年、まあ、クラブとしては二十何年経ってきて、で一昨年初めて取れて、でやっぱりそこを取ったことでタイトルへの欲っていうのはすごく増しましたし、それから連覇につながって、で次やっぱりカップ戦を取ろうっていう話で今シーズンスタートして、まあ、ACL と手の原は残念ながら負けてしまいましたけど、まあ、ルヴァンは決勝まで来て、俺みたいに、ね、クラブに長くいて歴史をしている選手もいれば、マイナスみたいに2年目で、まあ、ただアカデミー育ちでクラブの歴史を知っている選手もいたり、まあ、いろんな選手がいると思うんですけど、もうとにかく、まあ、サポーターも含めてフロンターレが優勝するためにもうそれぞれの立場でベストを尽くす、もうそれだけだと思うので、はい、頑張りたいと思います。決勝もフロンターレらしいサッカーをして、サポーターの皆さんと一緒に喜びを分かち合いたいと思いますので、ぜひ埼玉スタジアムまでお越しください。スタジアムに来れない方は、フジテレビで生中継があるので、ぜひそちらもご覧ください。よろしくお願いします。します。